4月8日の夕方です。4月9日に行われた AC 長野パルセイロ対蒲田マーレ讃岐の一戦を見に帰省してきました。前日は中良さんでパルセイロビールを飲んでいました。よくネット引っ掛けてる時あって、うん、やっぱいつもの感覚で打つとさ、うん、ちょっとだけね。ビールってね。すごい。ちょっと完成形これ。いや下は全部そっちに書いてあるわ。ああそういうことか。やたらで書いてないんだよね。そこ。すごい。めっちゃ選手来てる。うん、すごい。挨拶回りの時ですか。そう。さすがにさ、1年間も。さあ、行くぞ。中原のやつ行ったんですけど、そしたら讃岐のサポーターさんが
来るみたいな感じで2年ぶりにお会いして、すごい、そうそうそう、あの2年前のあれで、あの中は行ってこいって言われたらしくて、中から来たらのんちゃんいるみたいな言ってて、ご視聴ありがとうございました。
真ん中真ん中へ。何もしないけどありがとう。ごめんなさい、ありがとうございます。ラストナイスゴール。キープナイスゴール。みんな言ってる4位40いやーよかった40よかったはいよなんか集中っていうかもうこっちもマジで帰りますここはまあ次だに帰ってきました。4-0 で AC 長野パルセイロの勝利ということで、いやもう三田直樹選手の2ゴールもそうだし、あとはやっぱり1点目を決めた安くん西村選手のもう攻守にわたる活躍がめちゃくちゃ良くて、もう前半の得点直後のさぬきのすごいゴールするかなっていうシーンでパルセイロのキーパーの太郎ちゃん浜田選手の後ろに西村選手がいてそこでクリアして体を張ってる姿だったりだとかもう西村選手の日と言っても過言じゃないぐらい西村選手がすごく活躍されていきました。あとはやっぱり三田選手の2点目、パルセイロの3点目なんですけど、もうサンちゃんのいいところが出たみたいな得点があってめちゃくちゃ良かったです。4点目もやっぱり私トレーマ見に行った時から新浩平選手がめちゃくちゃアグレッシブに戦う姿が印象的だったんですけど、4点目もしっかりとサンちゃんかな、サンダ選手がシュートしたのを詰めてゴールっていう形だったんですけど、もうそこにいてほしいってところにいるのが新選手だなっていう風に感じて、すごく気持ちのいい 4-0 の勝利でした。私は今実家にいるんですけど、明日高速バスで横浜に戻るんですけど、今日のねあんな試合見せられたらちょっと明日のトレモも行きたくなっちゃったので、バスの時間を変更して明日トレマを見てから横浜に帰りたいと思います。今日の動画は以上になります。チャンネル登録、高評価、そしてコメントもお待ちしております。通知も忘れずにオンにしていただけると嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。